どうも山田ですえす、ー、糸城、これは岐阜県の郡上市かな、えー、まあ、に合併されたんだと思いますけれども、糸城っていう集落、ここが好きで、でだいぶ前ですね、2、3年前だと思いますけど、あのー、文化人類学者の辻真一さんに連れて行ってもらったんです。糸城っていうところに行くんだよって言って。 そこは面白いよとかっていう <laughs> 聞いて。四面白いなら、辻さんが面白いっつんだったら、ついてきますって言って。ええー、糸代案内していただいたんですね。 えー、そしたらそこでまずあの平野さんという平野昭秀さんという、えー、水力発電ですね小水力の発電をやったり、えー、まあその他諸もろもろですねい、まあ、わば村づくり地域づくりをやられている方、えー、と出会いましてそれで,でそのパートナーの香織さんという方が糸代用品店という。 あの服を作るお店をや,やっている、まあ、会社あの服,を服を作って販売する、えーまあ、そういう組織を作っているということで、まあ、ご自宅兼、えー、お店にお邪魔したことがありますそこで、えー、と一つ僕はまあまあすごくこのワイドボトムっていうんですかねこぶっといパンツが好きなので。 えっといいなって思ったやつが一個あの、形がすごく気に入ったやつがあったので、一つ購入させてもらって、えー、それが気に入って気に入ってもね、どこ行く、台湾行くときでも、どこ行くときでも、あのそれ履いて、は楽だわーとか言って、えー、糸代用品店のお服をお愛用していたという、まあ、そんなあのことがあります。その糸代用品店が地元神戸にですね、えー、っとお店を。 おまああのある期間だけですねポップアップショップのように神戸であのお店を出すっていうんでこれはもうすぐ隣だし行かなきゃっていうことで、えー、そこへ行ってで、えー、と久しぶりにですね平野さんにお会いした昭和、うん、さんの方にお会いしたんですねででその時にちょっと YouTube 撮らせてくださいよって言って昭和さんと一緒に YouTube 撮らせてもらって。 えー、糸城用品店の話とかですね、あるいは糸城集落の話とか、えー、そんな話をお聞きしました。なので、えー、概要欄のところ、説明欄のところに、えー、っと平野昭秀さんとの対談の URL も貼り付けておきますけれども、その時お話をさせてもらいました。そして今回ですね我々あの ロイダツのチャリティーショップっていうのをやってますので、これもまたあの服に関わることですね。で、えっと、まあ、いらなくなった服を寄付していただき、それをまああの販売し、利益を社会貢献のために使ってもらうという、まあ、そういう活動をやってますで。この活動をやってる中でですね、 いいいらなくなくった服を家に置いている人があまりに多いとか、あるいは調べるうちに服ってすっごい廃棄してるってことが分かったりとかそれから服の材料を作るときにかなり環境の資源をまあ無駄に作ってしまうあるいは染めたりするときにもですね、えっと、水をだいぶこう汚したり使ったりしてるということとかあのそんなことも分かってきましたので。 まあ、あのなるべく気に入った服を長く使うというようなあそういうやり方とかあと服を作る時にあ,のあまり余分なその歯切れが出ないような作り方をするとか、えー、まだなんか工夫のしどころはたくさんありそうだななんてこう考えたんですね。 それで、えっとまあ、チャリティーショップが服を扱っているということもあってそういうい、まあ、廃棄されてしまうものそれからリサイクルの市場ってどうなっているのかそれからあとても安く作る服っていうのが一体どういう課題を抱えているのかこんなのを学んでいる間に、えー、あそうか香里さん平野香織さんとちょっと対談してみたいなって思うようになったということです。 で、えっとまあ、この今の状況ですのでもうこれはズ、えームで対談する他ないなということだったんですけれどもその糸代集落と結んでですね、えーまあ、ロイダツチャリティーショップの、まあ、一つの企画として、えー、糸代用品店の平野香織さんとオンライン対話 をさせていいいたただととうことがありますなので今日はですねまあこの後にその,あのオンラインの対話を皆さんに見ていただくのがいいんじゃないかというふうに思いましたので、えー、ちょっとそのロイダッツでの映像をですねこちらでもこちらの YouTube でもおー使わせていただこうかなというふうに今思っているところですということでではえっ、ー、と糸と用品店の平野香織さんとのお対話を お楽しみくださいさいいんありがとうございます、えー、ドロイダーツについて僕がどう関わってるかとかっていう話をする前にですねこれ見ていただいている方々が親って思うんじゃないかと思うんですけど、うん、というのは 僕はこんなに明るいのに香さんのところはめっちゃ周りが暗いじゃないですか、はい、これ同じ日本かなっていうえなんか時差あるみたいな <laughs> それ今どこにいらっしゃるんですかこれ自宅です自宅の自宅のご飯食べてるとこなんですけど、うんうん、あの築150年のうちなので囲い裏でいぶされて建具とか壁が全部こういう黒い。 ちょ、怖い,い。<laughs> そう、なので、暗いですよね。もう、でも、なんかセットなのっていうか、バーチャル背景なのみたいな感じで。で、<laughs> 普通に、あの、子供の写真とか、後ろに。あったりとか。<ー>そういうことか。すごいな、<laughs> いいな。い色、<laughs> 色りでいぶされたね。あの、お、黒いのが。今も、あの、炊いてますか。火は。もう炊いてないんですけど。あそうですか。はーい。ええ。 ありがとうございますあの、まあ、僕は個人的に都市用品店今日ねお話しいただく、えっとまあ、その働き方とか作っているものとかがファンであのもうずっと追っかけてるだけなんですけれども、はい、今回僕はあの東京ビエンナーレというそのとアートの,あのプロジェクトから声をかけていただいて何かその今回作品を作ってくれないかと言われたのが最初のきっかけだったんですよ。それで、えっと、というのは まあその地域の方々と一緒にアート作品を作っていくっていうのがまあまさにこの東京ビエンナーレでのあの掲げているコンセプトの一つだったようで、うん、で,であればあのコミュニティデザインみたいな地域の方々と一緒に何かをやっている山崎がなんかできるんじゃないかというふうにあの持っていただいたようなんですね。うん、それであの声かけていただいたので作品カートなんか僕ら作りたいものあったかなって思ってみたらやっぱチャリティーショップ が作ってみたいと <laughs> ただショップを作るっていうのはなかなか大変なことなのでまあチャリティーショップの仕組みをあのアートのイベントの中でまあ1ヶ月だったら1ヶ月2週間だったら2週間ですねちょっとこう体現させてみるというのはどうだろうと思ったんですね。でその時、まあ、僕1人ではなかなかか ででできないののの、うん、まずうちの事務所の中でです、ね、スタジオ L という事務所の中でチャリティーショップをやりたいと思ってるとで今回東京なんだけど特に東京事務所のメンバーでちょっと一緒にやりたいっていう人いないっていうふうにまあ募ってみたところサイ、えーまあ、ちゃんという先ほど挨拶させてもらいましたけれども渡辺サイ子がやりますというふうに言ってくれたのと他にも何人か。 あのやろううといいううに言ってくれたた人がいたそれからあの大阪の方の事務所にもです、ね、何人かファッションとかの、まあ、問題意識を持っていたスタッフもいたりしてであのそういうスタッフもじゃあ私も一緒にやりますというふうに言っていただいてそれであの事務所の中にです、ね、このチャリティショッププロジェクトをまず作ったというのがあります。 でさらに、えっと、我々だけではなかなか難しかったというのもあって、えー、っと日建設計さんというです、ね、あの設計をやっている大きなあの設計事務所があるんですがあのそこの方々があと例えば空間の構成とかですね えー、あるいは何かそのハンガーをかけるとかですね重機だったりとか、うん、そういうののデザインとかこう外へ出ていってあの路上で販売できるような台のようなものとかを一緒に考えてくれるというふうに言っていただいたんです、うん、なのでこれもすごいありがたいということでその日経設計さんと一緒にやろうとでさらには日経設計さんがお付き合いがあったあのコパックさんという これもまたハンガーだったりこういうものを作っている会社の方々がギャラリーを持っていてですね、うん、でその東京都の台東区浅草橋の駅の近くで、うん、えギャラリーあるから でそこの中にはその自分たちの自社の製品も入っていると、お店にこう並んでいるようなハンガーとか、ハンガーラックだったりとか、棚だったり、そういうのがあるので、それ使っていただいたらいいんじゃないですかっていうふうに言ってくれたので、じゃあ、コパックさん、ぜひお願いしますということで、今、大きくはですね、この3社、スタジオ L と、それから日経設計さんとコパックさんとが。 東京ビエンナーレ自体はですね会期中あのいろんなところでいろんなアーティストが作品を作っていくことになるんですがちょっと我々のやつはもう作品というかプロジェクト活動という感じで、うん、えなんかこうチャリティーショップの仕組みがあ,の、まあ普段お店やってるわけじゃないからできるような少しこの変わった展示の仕方というかですね 販売の仕方があがギャラリーの中でできるようなあのそんなことをやりたいなと思ってちょうど今準備を進めているところなんですでその中でうんと、まあ、こういうことをやる意味って何だろうなっていくつか考えることがあってでまずその、まあ、いとしろ用品店後であのでご説明いただくと思います僕もあの一度現場にお邪魔してですね、まあ、いろいろ見せていただきで、えっとまあ、岐阜県の こう言うと怒られるのか嬉しいのか分かんないですけど山の中ですよね。山の中でやられているもまずこれにびっくりしてで僕らのコミュニティデザインという仕事をやってるときは大体中山間離島地域の方々に呼んでいただいてあのお仕事することが多いので、うん、あのその意味ではいろんな地域回っているんですがこういうクリエイティブなことをやられている方に出会うことがほとんどなくてすごいなと思ったというのが一つ。 で一方で、えー、東京ビエンナーレは千代田区を対象としてその周辺の区でもまあ、プロジェクトや作品を展示していきましょうということで我々東京都千代田区かあるいはその隣の台東区かぐらいで今活動してるんですがこっちはまあ人がいっぱい いいいっぱ住住んんんでででるる場場所所密になんですねそれでこ、こういう場所を対象とするとき何をしたらいいのかなと思ったのもこうチャリティーショップをやろうと思ったきっかけの一つでこれって結局すごい密に住んでるってことはまずそのボランティアの方々を募るとよし、やりたいですっていう人がです、ね、あの100人に1人、1000人に1人いるとしても、まあ、割と数集まってくれるなという可能性を一つ感じていたというのがあります。あれもう一つは この密に住んでらっしゃる方々が家の中にですね密に今着ていない服とかを保管している可能性があるなと思ったんですよ。でこの方々割と家賃高いところに住んでますのでその1平米あたりのところに段ボールか衣装ケースに服入れとくのちょっともったいなくないっていうふうに問いかけると、うん、確かにこれ何かに使ってもらえるならって言ってもらえそうな人たちが たくさん住んでる場所なのでじゃあその物も集まってくるかもしれないなとじゃあその密に住んでいてボランティアで来てくれそうな方々とそれからまあ自分の体を動かすわけにはいかないんだけどこの物だったらお渡しできますよっていう方々がまた100人1000人に1人いてくれればこの人たちがこう集まって、えー、交流できるあの拠点さえあれば何か面白いことができるんじゃないかと、うん、これでまあ東京で我々がやるんだったら こんなスタイルかなということで、あのまあ、ロイダッツチャリティーショップっていうのをやらせてもらうということになりました。なのでまあこんな経緯で、えー、始まったプロジェクトではあるんですが、えー、一方でもう大分だからその状況が違う場所でえー、っとお店を作られ、えー、そして丁寧なものづくりをされ。 えまあ、地域とのつながりをかなりまあ大切にされているような広野さんたち、広野さんたちというふうにお呼びすればいいかなあの、がやられている活動についてもあの、東京でこのロイダッツに集まってくれた方々に知っていただきたいなと、でそこの思いの部分も、こんな思いでこんなことやってるんですよということを語っていただくことを通じて、本当はできればですよ。うん 家賃払う高いお金払っているのに衣装ケースに物が埋まっているほどそんなにたくさん買ってそんなにたくさん詰め込まないという生活に変わっていく人が増えることも,もう一つの目的だと思うんですよね。あのそうなっちゃうとですねチャリティーショップ回らないじゃないかって話もあるわけですよ寄付するものもうないですってことでもまあ地球環境の話だったりいろいろ考えるとですねもう将来的には あの必要なものだけをきっちり丁寧に使っていきますという人たちの数が増えていく方がまあそれはもちろんあのいいことだと思います。だから極論するとチャリティーショップにもう誰も寄付しなくなりましたってことになればあのがん患者さんたちの支援はまたあの別の方向で僕らは考えた方がいいだろうと思うんですが今のところはまだ。 うんとちょっとお,お家に溜まってますよねとあのそれをちょっといい形で使いませんかっていうあのそんなことをやろうとしているので、まあ、その先にある未来ですねもうあの必要なものをお丁寧に使っていくそしてそれを作っている作り手の方々をあの応援したいという気持ちも含めて関係性の中であのしっかりちゃんと作られたものを使っていきたいというなんかそういう行為にもつながっていくといいなと思って。 ていて、うん、まその点で今日ちょっとカオリさんのあのお話をですね、ぜひあのお聞きしたいなというふうに思っている。そんな次第です。分かりました。ありがとうございます。えこちらこそありがとうございます。です本当にちょっとじゃあまず最初にですね、うん、まずその糸代用品店と僕さっきからずっとこう言葉を。 出してますが糸、糸代みたいに聞かれてる方も多いと思うんですね。どういう風うにできてきたのかなということとか。それから今どんなあの商品をですね。あの作られているのか、っていうようなことをちょっとご説明いただけますか？はい、わかりました。えっ、ー、と、じゃあちょっと画面共有をさせてもらってもいいですかね。はい、お願いします。はい。えー、ここが糸代の <laughs> あの地域の写真です。はい。 はい、あの岐阜県の郡上市というところの一番西の奥にある集落で、えっと、白山っていう白山信仰っていうね信仰の山が一番奥に見える白いところですね。<ー>なので白山の,あの本当に懐にある集落で今は人口250人の,あの小さな集落で。 ここに、えー、私は2007年に初めて来てで、2011年に移住をして、2012年から糸代用品店という服屋を始めました。これが冬、冬すごい雪が降るんです。きれいそうなん絵みたい。 本当に絵みたいですねでとにかく雪が深くてあの2 3メートルは軽く降るようなそういう場所です。でここであの本当に縄文時代からの集落で人々が住んできました。で本当にあの雪に閉ざされるようなところなんですけど私は岐阜市で生まれ育ったので糸代に すごく魅力を感じて移住したいなっていった時に、うん、あの誰もが冬を見てからにしろって,て <laughs>、はいもう23回は23年は通って冬を知って、うん、それでも本当に移住したいんだったらしなさいっていうふうに言われたので3年ぐらい通ってそれから移住をしましまたそれでもやっぱり冬も気に入られましたかそうもうとにかく綺麗で ああまあ、そうですね綺麗で寒いんですけど寒いからか保存食の,、うん、あの知恵とかもすごくあ,のあって美味しいんですよね純粋になるほど漬物とかあのそういうお味噌とかそういうのがもうね岐阜市の周囲の方々は3年通ったら絶対、うん 絶嫌になるだろうと思ってね見。見なさいって言ってたのにね。行ったら行くだけ好きになっちゃいました。とか、多分予想外だったと思いますね。な <laughs> いです。へえ<ー>、本当にね。古くからある集落なので、うん、あの私はこのおばあちゃんたちに聞き書きという。あの、いろいろお話を聞かせてもらうっていうのをやってで。まあ、そういう保存食の作り方。 も含めていろんなことを教えていただいてでそこが結構糸と洋用品店の出発点になっているかなと思っていますこの左のおばあちゃんが昭和8年生まれの糸と紗ろささんっていう方で,で右の方が、えっと、昭和2年だったかな糸と理ろ子さんという2人とも糸との糸とさんなんですね。 はい、あのこのおばあちゃんたちに教えてもらった「たつけ」っていう服にすごい感動してそれで今いとしろ用品店ではこの地域で作られてきた「たつけ」っていう服を作っていますうーんでねこれがあの今のさっきの写真の左側のおばあちゃんがあの乙女だった頃の写真です。<laughs> なるほど はい、まだ10代後半の,の少女だったらしいんですけど、タツケを履いて、こうやって馬で農耕をするっていうのをされていたそうです。うん、で、こうやって作業着としてタツケってこのズボンのことなんですけど、これを毎年1着自分で作って、うん 春になるとこうやって履いて田んぼとか畑の作業を始めたっていう風に聞いています。へーこの写真って多分珍しいんでしょうねあの写真を撮る時ってきっとあの、まあ、親族一同集まった時とかかなり特別な時に昔は多分ね、うん、写真って撮られたもんだろうと思うんですけどこれはつまり普段の様子を撮った写真って だからあまりこの種の写真って集落でも残ってないんじゃないかなという気がしますすねねそうです、ねうん、この写真は押谷義明さんっていうそ佐弥子さんと同い年の人がもう若い頃からカメラが大好きで<ー> <laughs> そうこんなに山奥なのに結構ねカメラを持ち歩いて<ー>撮ってたのが残ってたっていう風に。 あね、あそれはすごい。なるほどでね日常風景をちゃんと撮ってたってのはすごいですね。そうですねでやっぱり馬もその方がすごくお好きで馬の写真もよく残ってるんですけど糸、うん、代はあの農耕は牛ではなくて馬だったそうで、うん、あの牛はいなくて馬がやっぱりあの雪が深くて春が遅いところなので<は>牛だとなかなかあの作業が進まないゆっくりなので。 馬じゃないとあの間に合わなかったっていうので皆さん馬をんうちも馬小屋があった場所が玄関先にあるんですけど馬を飼ってあの人と同じように暮らしていたっていうことを聞いています。今ははこういうふうういいいにけを履てて作業している人はもう あの私とかうちの夫ぐらい <laughs> あの本当に今新しく履き始めた人ぐらいなんですけど昔は当たり前にこういうふうに男性女性みんなおじいさんおばあさんこうやって履いていてそれであの作業してたので当たり前の日常着だったんですね。でただこれが今も残っていてこれはあの糸城民謡って言って糸城の,の糸城だけに伝わる盆踊りがあるんですけど。 その盆踊りの舞台発表衣装として、タツケっていうズボンが残ってるんです。<ー>そうで、なぜかというと、あの糸代民謡は作業歌が多くて、あの子引き歌って粉を引くとか、なるほど、うん、そばを打つとか、そういうあの作業歌が多いので、こうやって作業していたタツケっていうもの。 であの例えば作業をあの畑とかやってて雨が降ってくるともう作業ができないから若、うん、い人たちは誰かのこう、うん、納屋とかに集まって時間を過ごすために踊ったりするんですってそういうことかもうなのでそういう思い出がすごくあってあ本当にこう労働と楽しみは一体だったから、うん、働くことがすごい苦しいとかじゃなくて楽しかったそうなんですよ素晴らしい <laughs> <laughs> そ,うそれでこの踊りがずっと引き継がれていく中で舞台発表衣装として、まあ、浴衣とかが本当は多いんですけど、うん、糸代に関してはそういう楽しい思い出も含めて助けを履いて踊るっていうことが今でも続いています。 なのでなんかそういうい、ね、若い時にそうやって働いてあの何か天気が悪い時にこう男性女性入り乱れて踊ったみたいなのが本当に楽しかったっていう話をこのおばあちゃんたちがしてくれるのを私は聞くのが大好きで <laughs> <laughs> 本当素敵な思い出だなと思って。本当でですねそうなの私は今、まあこう そのような形で今に着られる服をつけ、うん、の,の形をベースに作ってるんですけどその履きやすさとかだけではなくっておばあちゃんたちの糸代しろでの思い出も含めて伝えていきたいなっていうふうに思って作っています。なるほどうん はい、であの私は糸代に移住する前2年間、要塞の学校専門学校に通って服作りが全然できなかったので糸、うん、代で服屋を始めるにあたって学んだんですけど、うん、あのそこで要塞を学んだからこそ助けの形が素晴らしいということが分かったんですね。というのは 洋服作ってるとどうしてもこう人の体に合わせるためにカーブで裁断するんです。うん、こっちのこの左の側が洋服のズボンのパターンで、うん、この赤い斜線のところ、これズボンのパターンなんですけど、うん、あの赤い斜線のところは捨てる場所なんです。おお、だいぶ多いですね。そうなんです。 やっぱりあの洋服は人の体をいかに美しく見せるかっていう考え方なので人が中心でそれに布を合わせてカットするっていうそういう考え方なので私は結構布を好きな布とか大事な布を使うんですけどすごいたくさんゴミが出ちゃうのがすごくジレンマでもったいないって思っていたら。 おばあちゃんに教えてもらったその右側のつけのパターンっていうのは、うん、ほんと全部四角で全く捨てるところがないっていうことを知って<ー>本当に驚いたんですねこれは赤い斜線がもう書き込めないわけですねそうなんですないんです全くへえー、うんすごい、うん、もうこれは本当にあの貴重な考えというか知恵で やっぱり、あのー、昔はねこのおばあちゃんの時代より前の時代なんですけど朝を育ててそれを手で紡いで,で手織りした貴重な小幅っていって着物を作る幅の生地を使っていかに動きやすく暮らしやすい服を作るかっていうのを人々が考え尽くして作られたズボンなので当然無駄にしない。 そそういうういことかそうなんですよ。だからこんなふうに裁断してこんなふうに組み立てて作るんだっていうことに本当に驚いて <laughs> なんかすごい有名なファッションデザイナーとかが作ったんじゃなくっておばあちゃんたち、ね、お母さんたちがもう宿泊考え尽くしてまあ宿泊じゃないかもしれないですね楽しみながら考えて。<laughs> うん で動きやすくするためにここにマッチをつけようとかっていうのが多分時代の長い時代の中でいろいろ改良が加えられて体制された形っていうふうに思っているのでこの助けっていうズボンを広めていくってことを大事にしています。なるほど。はい、で今はあのこの山奥の集落の この右側の茶色い方が今私がいるあの住んでいるおもやなんですけど、うん、あの左手にここ新築であの建てた建物なんですがあのお店と,あと横に藍目がある藍を染める方法があるんですけど、うん、これを建ててあのお店をやっています。うんでこの建物もねあのちょっと奥に見える あの、黒い材が廃材なんですけど、<ー>あの、糸城で築150年のお家で壊されるお家があって、そこの大屋さんにこういう古い材とか建具とかをいただいて、うんで、石場建てって言って石に上に柱を建てるだけの本当にシンプルな建て方で、昔の日本建築を させたんですけどやっぱり今、新築で家を建てるときに、断熱材とか、あ,とあらゆるものの梱包材とかでね、家の容量と同じぐらいのゴミが出るんですって。ああ、そうか。もう、でもそれは絶対避けたいと思って、うん、あのその大工さんと話をして、でもゴミを出さない。この 家が役割を終えたときもまた分解して使えるような建物を作ろうっていうことで作った建物です。へえ、すごい。なるほど。はいでうちでは藍染めと,あと草木染めをして地域の、うん、まあ自然資源というかここもいっぱいあの染めるものがあるので確かにはいあの自然資源を活用した草木染めをして。 でそれで服を作ったり藍も畑で育てるところから<ー>まだちょっと完全には実況できてないんですけどこうやって藍の葉っぱを育ててでそれで藍染めをして、うん、あの服を作るっていうことをやっています。<laughs> であの隣のこれおじさんとおばさんにうちの服を着ていただいてるんですけどすすげモデルだそうなんでこの左のおじいさんは今82歳かなになるけど、うん、あの糸代ミニョの歌い手の方で,なるほどで履いてらっしゃるのは自分の助けを履いてくださっててうん でシャツはうちのシャツなんですけどうもう本当にあの糸城のこの地域でずっと生まれ育ったお二人で私たちがあのこういう植物が欲しいっていうと一緒に撮ってくださったりとか本当によくし,していただいてていとのこともたくさん教えていただいている方たちです。う でこれが今、うちで一緒に働いている仲間たちで、あのまあ、冬は厳しいので、あの夏だけ来る子とかもいるんですけど、<laughs> はい、あ,のあとリモートで働いている子もいますが、いとしろで雇用を生みたいっていう気持ちがありまして、今、まあ、若い人に移住してもらえるような形で仕事作りをしているという感じです。うーん うん、なるほど、いいですね。なんか、昔、その農作業とね、その合間とかも含めて全部、なんか働くことが楽しいことだったっていうふうに話がありましたが、この最後の写真もなんか楽しそうですね、やっぱりね。そうですね、なんか本当職場っていうよりちょっとコミュニティみたいな感じになってって、<laughs> うちの会社は、うん。そうですね、なんか、 うん働くことと生きることとか暮らすことが全部一体という感じがしますね。うんすごいそれなかなかできないことだと思いますが今の社会だとねなかなか難しいだろうなと思いますけど、うん、なんかそれ具体的にはどんな働き方になっているとかなんだろうなこの。 までもわざわざ楽しさを作ろうと努力しなくても楽しいものが多い発見がね多かったりその植物のことであったりとかあ愛の育て方や染め方やって新しく多分知的好奇心を満たす要素がもうすでにめちゃくちゃいっぱいあるんだろうと思うんですが自分たちの働き方の中でそのま20世紀の都市部で働いていたような働き方とだいぶ違うなというふうに思われるところって何かあります そうです、ね、うーんやっぱりなんか大家族っていう感じがまあ集落全体がそういう雰囲気があるっていうのもあるんですけどあの何だろう私も自分自身子育てしながら仕事をさせてもらってるので、うん、あのすごくこう仲間に支えてもらっていてこう割とこう 弱みをひけらかすじゃないけどなんかお互いの弱いところもそんなに隠さずに助け合わないと、まあ、私自身がやっていけないっていうのもあって <laughs>、うん、<laughs> それであのそ,れそういうのをお互い補い合うっていうのが結構強いのかなってなんか仕事ね普通にあのサラリーマンでオフィスワークとかだと弱みを見せないみたいな。 確かに。じじむしろできるぞ強いぞってねそうそううプリテンドというかこうそう表現していかないといけないですよね。うん。でもやっぱりあの、ね、女性が多いから体調が悪い時とかもあるし、うんね、うちだったら子供が熱を出す時もあるしそういう時でもまあ気遣いながらお互いできることをやってでもまあできる人はできることをやるっていうなんかそういう役割分担とか。 あともう本当になんか自然となんかお野菜交換したりとか, <laughs> なんかおかずを持ち寄ったりとかでご飯を食べるとかそういうことも結構大きいかなと思います、ね、確かにあの、まあ、集落自体が持っている雰囲気のようなものがあの職場の中にも浸透してきているだろうし。 それから、この仕事が始まった時からも、助けてもらいながら、ある意味では仕事が生まれてきてるわけですね。うん、その助けがいきなり自分のオリジナル商品ですってって、自分が作れるようになったわけではなくて、うん、あの教えてもらいながら作ることができるようになりっていう、うん、そういうことだから、もう、もう最初から誰か、いろんな人にこう助けてもらいながらこう大きくしてきたから、うん、もうそこで働く人たちも助け、助けられるというような環境っていうのは、うん。 当たり前のようになってるのかももししれれななないいでですすねねそうかかんやっぱりあの私のベースがもともと文化人類学で、うん、その聞き書きっていう手法で、まあ、集落のことを知るっていうことから始まってるんですけどやっぱりその教えていただくっていうこととか、うん、あとやっぱりあの教えていただく時になんかその部分的なものではなくてなんかやっぱりこう対話になっていくので。 その方の人生の話とかを聞くようになるんですね。うん、で、そうすると、その人自身を好きになるんですね。おお、なるほど。うん、そうで、そうすると、やっぱその人が住んできた地域も好きになる。だから、なんか好きの連鎖みたいな感じで、はい,はいはい。 でやっぱ好きなこととか好きなものとか好きな人に対して悪いことはしないじゃないですか。そういうのが多分雰囲気としてなんか集落にもあるしあのうちの会社もそうやって教えていただく中でどんどん好きになっていくっていうのがなんか雰囲気としてあるのかなっていうのは思いますね。それちょっと面白いな。今日本来はちょっと違う 話を聞こうと思ってたことが、違うことが聞きたくなってきちゃった。<laughs> え、あとですね。今、ちょうど僕は、その、まあ、文化人類学者に、えっ、ー、と、勧められて読んでいる本があって。 で um、てヒューマンンカイドっというか、そんなよそよそしい言い方をしなくていいな。辻慎一さんに紹介されて、うん、あの、これは山崎さん面白いから読んだ方がいいよって言われて、うん、今ちょうど下巻に入ったところ、上下巻なんですけど、下巻に入ったところの本があって、うん、これ、うん 今日この話しようと思ってないけど目の前からこう出てくるとこれ用意してたかのように思われちゃってちょっと尺だなと思うんですが <laughs>、えっと、スマートフォンとさっき朝読んでたからこれちょうどここに置いてあったっていうそれだけなんですよ <laughs> 本当になんで言い訳しとんねんと。でこれがんとなんだろうなその好きの連鎖みたいなものっていうのがこうなんだろうこう今までやっぱそ,そういうふうに社会を捉えないようにしてきた えー、社会学であったりとか哲学がちょっとこうはびこりすぎてたよねってことをオランダ人の作家あの方が書かれた本なんですね。うん、で、まあ、要するに、まあ、ホッブスというふうに言うんですかね万人はもう万人と戦ってなきゃいけないと。うん、で人間って自然な状態になるとめっちゃいい方向に行くのそれともずるいこと考える人っていうと人間ってどうもずるいことどうしても考えちゃうんだから。うん わか,かるよねみんな自分のことを考えてもわかるよねどうしても悪いことやずるいことを考えていっちゃうでそうすると大変な世の中になるから、うん、えっと誰か統治者がいるよねと、うん、もう怪物のように強いリバイアさんというような人が必要で,で、まあ、こういうもの例えばそれが政府とか国家とか警察とか軍隊とかんかすごい力を持った人があるとそういう存在があるとえ人々は 悪い方向行きそうなんだけどちょ,ちょっとやめとこうちょっとやめとこうってみんなちゃんとあの統制が取れた生活を文明的な生活をするようになるぞと長い間言われそういう人たちの方が権力者はありがたいわけですね、うん、だから私が必要なんですだから私に投票をって言えるから、うん、でそれ長いことみんな世界的にそう考えてきたけど本当にそうって疑問を呈している。うん 本だったんですよ読んでてとてもなんか清々しいんですがだから例えば従業員はですね放っておくと怠けるんだから、うん、スタッフポーチを持ってですね何分何秒でこれが働けるんだったら1時間に何個作れるだろうっていうふうに言うことを、うん、例えば1900年代の初めの頃にテイラーという人がテイラーというシステムを例えば作るとかですねこういうのがずっと流行ってきたんですが、うん、今お話を聞いている 働き方はもうそれとは全然違っていて話を聞けば聞くほど好きになっちゃうし、うん、弱み見せ合うしそれから助け合うし全然違うよなというのを感動的に聞いていて、うん、えこれを話す予定じゃなかったのにしたかったっていうそんな感じですがどうなんですかそのあたりっていうのは実際例えばマネジメントとかですねこの本の中にはもう マネジメントなんてのはいらないっていうふうに言い切っている、うんあの、なんだろう、こう看護施設を、ね、オランダでやってる方とかの言葉が出てきたりするんですよ。うん、人々はその管理をしなくたって、む、うん、しろ自然な状態で自分たちがよりよく働くことができたり、えー、より人々にこう,こういうことを提供したらいいんだろうっていうふうに、自分たちで切磋琢磨して、あの自分たちでいい方向に進んでいく。うん、それを なんか管理しようとか教育しようとかって言って管理職とかつけ始めると、うん、だんだんこの現場を知らない管理職の人たちが、うん、もっとこうしなさい、こうしなさいとか言うから言われる方もだんだん嫌になってきちゃってっていう効率を上げてるつもりなのに、うん、働き方がどうもなんか磁石してきちゃってるんじゃないかとこう、私は分析してるんですが後ろ、うん、用品店での働き方っていうのはなんかど,んどんなことに注意をされてるのかあるいは注意すらしていないのか。 この辺ってどんな感まあなんか、まあ、試行錯誤なのでそんなにねあのバラ色の <laughs> 職場じゃないかもしれないんですけどでもやっぱり何だろうな何が目標なのかとかこうどういう形になりたいのかみたいなことがなんかきちんと伝えられていたらそんなにすごく管理とかマネジメントしなくても それぞれ考えてくれるっていうのはあってでその考えてくれるいろんなアイディアがあの合わさっていろんな商品ができたりとかサービスができたりするのであのなんか私がこっちあっちとかっていうよりかはその人がいるからこうなるこのみんなのメンバーだからこういう組織になってるっていうなんかその人の存在 が私はすごく大事だと思っててなんか能力じゃなくってなのでそれによってこう割とあのやることとか決まったりとか進む方向が定まったりっていうことがあるんですよね。うん、で発案してやるっていうことはまあ割と自分に責任を持ってやるのであのそんなに間違った方向にはならなくって。うん まあも細かい、ね、ミスとかそういうのはもちろんお互いみんなで見てきますけどやっぱりその自発的にやろうでその方向性がここっていうのが見えていればあの結構なんだろうないい,いい回り方をするような感じがしますね。 おやはりここにもありましたが日本版ヒュ、um、<laughs> <だ>ーマンンカイドがでも日本私も、まあ、そんなに詳しくないんですけど例えばあの宮本恒一の,あの本読んでたりとかあとまあ渋沢獣一さんっていうあの聞き書き甲子園っていうことをやってらっしゃる方の話を伺っているとやっぱり日本って昔からそういう風土っていうと変ですけどなんか補い合うとか。 あとなんか子どもは常に幸せだった国とかなんかそういう話を聞いてると多分そういうんていうんだろう管理社会みたいなことではもともとなかったはずで割とまあ,あの自分たちが家族単位とか地域単位とかコミュニティ単位で生きていくために工夫をしていく中でかなりこう助け合ったりとか弱みを見せ合ったりっていうことは当然のことだったのかなっていうのは。 やっぱり伊藤城に住んでると余計感じますね。なるほど、そうか。伊藤城でじゃああれですね、たつけの作り方だけではなくて、いろんなことを多分吸収されてるんでしょうね。そうですね。うん、なんかやっぱりね、都心に住んで、私も東京に住んでたことがあるんですけど。 となんか自分がなんだなく一人でこう立ってるような感覚がするんですけど、うん、全然そうじゃなくって、やっぱり、あらゆるものに、お金と交換とはいえ、支えられてるじゃないですか。糸代はお金と交換じゃないもので、支えられてることが多くて、<laughs> 本当に、なんか例えば、冬とか、ちょっと車滑って脱輪しちゃったりとかして、jaf、まあ、呼べばいいんですけど、jaf 呼ぶより前に。うん なんか隣おじさんに引っ張ってもらったりとか <laughs> <laughs> そうこの前もなんか旅行者が脱輪してて<ー>でうちの子がジャフを呼びに行ったらその途中で出会った人に石と板で上げてもらったとかっていう。何かそういうのが本当に当たり前でだからなんかあの、まあ、命の危機みたいなことが。 あのまあ、ここ遭難者も出たりとかねクマが出たりとかそういうこともあるので、うん、そういうことが日常的にあるとあのなんだろうな助け合わざるを得ないい状況がが、うん、多分よよりも頻度が高いんですよねなるほどそうだからそういうところだと助けてもらうし助けなきゃいけないっていうことになるっていう、まあ、そういう環境に住んでいるっていうのを認識していることがなんかすごく 学びになるなるってて感じてます、ね、うんそして多分相当人,人間はまあ日本人というか人間は相当長い時間そういう暮らし方の方をしてたわけですよね、うん、多分ね。本当に5万年というような単位で縄文の間はずっとそのやり方だっただろうし、うん、農耕が始まってるの1万年という単位でも。 本当にギリギリまで、あの数百年前ぐらいまではそれが当たり前、あるいは150年前はまではそれが当たり前だったと、だからもう、6万9000何千年ぐらい、そういうね、生き方をしていってで、この150年間ぐらいは、近代的な働き方とかですね、都市部に人が集まって、それこそそのマネジメントがどうとか、そういうことを言い始め、働き方、暮らし方、だいぶ変わってきた。 で、先ほどおっしゃったみたいに、いわゆる都市部にいると、あの、自分一人で生活しているんではないかと思える。その、まあ、強さを自分は手に入れたと思えるし、その強さは実はお金で、えー、を払って成立させてもらっているんだとすれば、私はこれだけお金が稼げるようになったんだという、あのそういう自負心のようなものを持つようになった。でも、それ100年か150年の話であり、でも、 実はそれちょっと頑張りすぎてたんじゃないのとかあの人生通じて0歳から100歳までずっとそれでいられるとかうんうん30代40代だってひょっとしたらもうちょっと違う形であのお金じゃないし自分一人で生きてるっていうんじゃないような感覚にちょっとこう戻りたくなるような気持ちってのが、うん、6万年以上の歴史の中ではやっぱり何かあるような気もしていて。うん 今のお話聞いてて、僕らが東京でチャリティーショップをやりたいと思っている理由は、あるいはあのそこに人が集ってくれている理由は、うん、もう本当に無意識でしたけど、そういう、その今おっしゃったような、当たり前に弱さだったりとか、あるいは助けるだったりというようなことが感じられる場を、 全員一人でちゃんと私はできますっていう風に山手線の中にそういう人がいっぱい乗って移動している東京の中にポツッとうん、うん、いやいや助けあなたに助けることもできるし助けられることもできるよっていう場所がスーッとこう生まれるようなそれが美しい状態でありアートだという風にあの芸術だという風にまあ我々が認識したかったのかなっていう気も。 そうですねなんかやっぱり「ありがとう」って言われるとか「ありがとう」って言うとかっていう行為ってすごくなんかいいですよね、うん、心が温まるし、うん、なんかそれだけで一日ちょっと嬉しいなって感じになるじゃないですか。うん、確かに ね、なんかそういう場があると、ね、なんか自然とそういう言葉をやっぱりコンビニでね物買ってあり,ありがたいとかってあんまり思わないじゃない思思わない思わなないい <laughs> そ,それとあそこであの店員さんが言うありがとうございましたは思って機械のように出てきてるよね <laughs> マニュアルのように出てきてるよねっていうことだからあのあれだしたーっていうあれがおしいじゃないんですよねね <laughs> 僕らは、ね、そうですよね。<laughs> そうなんかね糸代の方言っていうか本当に口癖のように皆さん言われる言葉でありがたやっていう言葉があって、うん、なんか方言なんですけど多分もう何でもありがたいありがたいってお天道様が出てきたあー今日はありがたやとかそ <laughs> そこもそうなんですよでもう本当にうちの子供たちがお邪魔して。なんか お、お野菜をいただいて、ありがとうございましたって言ったら、ありがたいよ、そんなこと言ってくれるんか、みたいな。<laughs> あありりががとうに対してもありがたやなんだそうなんですよ <laughs> だから私本当にすごい素晴らしい言葉だなと思ってて本当に普通のありがとうございましたじゃなくてありがたやありがたやって常に思いながら生活されていることの証しがありがたやっていう方言だと思っててん,なんかそういうのがありがたやの連鎖みたいになると<ー>すごい毎日幸せだなと思って確かに。 うん、言われないですね、都市部に住んでてありがとう、ありがとう、ありがたい、ありがたいっていう言葉がそんなに飛び交ってないので、うん、それがね、1日の間に例えば2回も3回ももし聞けるとすれば、うん、なんかだんだん気分上がってきますよね。そのチャリティーショップでもね、なんかありがたいやっていうのがなんかね、こうふわって広がっていくと、すごいとこだけね、いいねあったかくなりますよね。確かに ちょっとうちのロイダッツ特有のありがとうを伝える言葉みたいなやつを作れるといいかもしれないな。うん、なんかもうあそこ行くとこの言葉言われるんだけどあれ普通のありがとうございましたとかっていうのと全然違うか、なんか熱をあ温かさを持ってるねみたいなね。うん、もっと強いってあの言葉聞きたいなって思うような。へそのあたりが糸代に惹かれた理由でもあるんでしょうね、きっとね。 そうですね、やっぱり本当になんかなんだろうなここ,のここに存在していることにすごく肯定的に捉えてもらえるっていうのがすごくやっぱ自分のなんだろうな生きてる意味みたいなことを感じられるし。 あと、やっぱ私がいることで周りの人もそう思ってもらえたら嬉しいなっていうのがやっぱり過疎地域なのでねどんどん若い人が減っていくのでなんかお年寄りと交流することでお年寄りも笑顔になってくれるといいなっていうので聞き書きとかも今も続けていますねなるほど、もうその糸代集落は全然ホッブスじゃないじゃないですか。<laughs> めっちゃ善じゃないですかもうありがとうの連鎖してるわけだから <laughs> うん当ね縄文時代からやっぱ積み重ねてきたこの地域の人たちのそういう精神性みたいなのがね、はい、今もきっと残ってるんじゃないですかねあるでしょうねほんとそうだと思うなずっと多分そうやってあの厳しい自然環境であったからこそそれからその厳しい中で自然から頂けるものがあったりですねその狩猟採集の時代から、うん 多分心の中でありがたいやーって言いながら見取とってたし、うん、ありがたいやーって言いながら、その多分動物を解体してみんなで分けてたりね、あの動物解体して分けるときもあの、ね、日本じゃないようですけれども、ある狩猟者採集のところはあの、誰がこの獲物を取ったかが分からないようにしてみんなに配っていく方法があったりするみたいですね。うん、あの分かると、うん、俺がお前に与えてやったっていう序列がそこでついちゃうから。 で別の時にはやっぱり誰かからまたあの分けてもらわなきゃいけないので、うん、だから取るんだけど、うん、取った人がその獲物の一部位を自分でまず取って、うん、で村の人たちに残りを残してあの次の人に渡すと。うん、次の人がまたそこを取ってから、うん 別の人に渡すそうすると3人目か4人目ぐらいからは、えっと、これは誰が取った獲物なのかが分からないんだけれどもあの部位をもらっていくというそれが毎日のように誰かから回ってきて自分も誰かに回していくという一方的にそれをやってるようなんですよね。 ありがたやだけを受けていて、だんだんその人が偉いということになっていかないように調整していくっていう。ね。うん、そういうのがやっぱあったんですねあ。そうですね。そういうのでバランス取ってたんですね。ね。うん、そうか。ちょっとロイダッツが目指したい場所が言語化できてきたというか、見えてきたような気がします。ね、うん、楽しみ。ありがとうございます。いや、それこそ僕がありがたや,やな。今日は <laughs> こちらこそ本当にありがたやです。<laughs> <laughs> <laughs> えー、じゃあどうもありがとうございました、本当にいろんな話が聞けて、もうなんだろう、あ我々がやりたかったことってそういうことなのかもしれないと、あの都市部の中でなぜうん、ロイダッツのようなチャリティーショップをね、やりたいっていうふうに思ったのかなっていうのは、ことあるごとに考えてたんですけど、今日のお話聞いて、あまさに都市の中でなかなか今、存在しえなくなってしまったようなあの状況のようなものをね、局所的だけど、 うん、一回作ってでみんなと体感したいと思っていたんじゃないかなっていうことがあの発見できたなっていう意味ではとてもありがたいあの時間だったなというふうに思います。最後にあの香織さんからですね「まあ、ロイダッツに向けての応援でもいいですしそれから、まあ、自分たちがこういう思いを持ってやってます」ということでもいいんですけれども一言いただければというふうに思いますお願いします。 はい、そうですねでも本当私もねいとしろの人々から本当に学んでいるそのありがとうの連鎖みたいなことはあの全然ここだからここしかできないっていうことでもないと思いますし今ねコロナで結構人の距離が。 すごい遠くなっててなかなか近づけないっていうのはあると思うんですけどやっぱり心の距離はそういうちょっとした言葉ですごい縮まると思いますしそれによってその一日がすごくあったかいものになるっていうのを思うと。 なんか受け取る側としての喜びと発する側としての喜びっていうのが両方あると思うのでなんかねそういう場にチャリティーショップがなっていくと本当、田舎とか都市とか関係なくなんかどこでもなんかそういういい連鎖がどんどん起きてくるんじゃないかなっていうのをすごく感じているのでなんか楽しみな場になりそうでいいいなと思ってますはい、今日はどうもありがとうございました。 はい、ありがとうございました。